まずはタイヤがこれですね。新品なのでラベルが貼ってあるんですけど、ラベルがちょうど見えるとこじゃないと剥がせないじゃないですかね。車のとこ持ってってから剥がせばいいのか。よし、解決しました。それでは続けましょう。それではこれから運びながらタイヤ交換をしていきたいと思います。こんにちは、オリエンタルマシンです。今日はこの中古で買ったホイールに新品のタイヤが組んであるものに交換していきたいと思います。それでは作業を始めます。吹いた、早いな。今まで履いてたタイヤが165の50、55、15で、今度のが165の45の16ですね。16インチを履いてみます。でついでなのでロックナットにします。今度はゴールドのホイールなのでゴールドのロックナットを買ってみました。あれ、やっぱ品質悪いな。なんかダメだなこれ。たまにダメなナットありますよねこれね。4つ余計なので大丈夫そうだな。よし、これで下ろしてみて、下ろしてみてどうかなんですよ。外径がちょっと小さくなってると思うんですけど、ホイールの幅がちょっとだけ広くなってる。ちょっとつっても 1J か 25mm だ。まあ大丈夫でしょうね。これ絶対空気甘い。入れてこなくちゃ。よし、これでフロントの交換が終わりましたので次にリアに行きたいと思います。リア用の2本をまた持ってきます。今回はジャッキポイントを失敗しないでアームにかけることによっていきなりタイヤが浮くようなパターンにしました。タイヤがいきなり浮いてくれればね。よいしょ、よし、オッケー、ラスト。
池でかくないと思うんだけど、なんかあれですね、外す時と入れる時の、あ、斜めになるからか。たまにこのナットがダメなやつがあるんですよ。今回は1個ダメでしたけど、まあ20個入りなので、あ、これもダメだ、これもダメ。うそー、危ねえ。急げー。なんだろう、なんでしょうね今の。よし、それで急いで、これで本締めして、よし終わりました。こんな感じで、こんな感じで着きました。あ、光ってますね、日を当てて。それでは今日のタイヤ交換の作業はこれで終わります。ありがとうございました。失礼します。